かっちゃんでーす。はい、ということですね、前回好きなおにぎりランキングをねやったんですけど、1位赤飯ということで、赤飯ってもち米じゃないですか。だからかっちゃんずーっと思ってて、この赤飯をねとずーっとこうトン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 ペッタントントンパタペッタントントンペッタンしてたらお餅になるんじゃないかなと思って、携帯でピピピッピってこう見てたら、いに餅つきき、コンビニのおにぎりからお餅が作れる、一人暮らしを心から応援しちゃいますとね、ちょっとこれしかも1980円くらいでお値打ちに買えたんで、今日はねこれで本当に赤飯がお餅になるのか実験してみようと思います。あーまあ、これちょっとあれですね、これ問題発生です。この製品は対象年齢13歳以上です。お若いリスナーの皆様本当に申し訳ございません。おお、中は至ってシンプル、本体と説明書、単三電池4本入れるって書いてあるんで入れます。これをちょっと洗ってきますわ。みんなただいま。そしたらここにこう赤飯を入れるみたいです。これ全部入れるんかな、ちょっと半分くらい、どうやって入れるかな、折れる、よいしょ、ちょっと多い、こんな感じで入れて、これをセットしてはめて、オンボタンがあるのでオンにして、おー、ほんで5分間くらい置いとくっぽいですね。おー、ちょっとこれで待ってみようと思います。そろそろいいかな、よいしょ、おお、すごい、できてるできてる、おお、すごいすごい、餅じゃ、餅じゃぞ、こんな感じ、ちょっと残ってるけど餅みたいですね。おお、うん、うまーい、普通の餅と一緒、これいいよ、めっちゃいいよ、この機械、新発売セブンイレブン鶏五目おこわ、こういう餅っけならね何でもいけるらしいんで、これもちょっとやってみましょう。これも同じ要領で入れます。おお、こう感じかな、うん、でこれをこうカシャッとやって、これね、セブンイレブンの新商品さん、なかなか、頑張れよお前、ちょっと頑張れ頑張れ、よし頑張った、お前はよく頑張った。おお、なんかこう若干米感があるような餅になってます。うん、こんな味のお餅初めて食べた、鶏五目お餅っすよ、美味しい。なんかお餅レシピっていうのもあって、普通のふかしたね餅前からいろんなみたらし団子とかも作れるみたいです。あ、赤飯でお餅はできました。はい、ということで今日は赤飯で果たしてお餅はできるのかっていう動画でした。このミニ餅つき器、こんなちっちゃいですけど、コンビニのこういろんなおにぎりをねお餅にしてくれるんで、結構面白い商品だと思います。もう赤飯はねこう多分つき続ければこうお餅になるってことが分かりました。はい、本当誰得動画ですけど、よかったら皆さんもこの面白いおもちゃぜひ買ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。ちょっと誤算でですね、赤飯食べ過ぎたみたいで米足りなかったんで、もち米を炊いて足しました。